フォンデアタンはシュレース・ビヒ公国、ホルシュタイン公国連合海軍の砲艦。1849年にキールのコンラディ造船所で建造された。120トンと小さな蒸気船ではあったが、世界初のスクリュープロペラ推進の砲艦であった。1848年にデンマークとシュレース・ビヒ公国、ホルシュタイン公国の間に第一次。 シュレースビヒホルシュタイン戦争が勃発した時、シュレースビヒホルシュタイン連合海軍は、搬送外輪戦3隻、スクーナー1隻、砲艦12隻を要していた。その主任務は、デンマークの攻撃から、自国沿岸部を防衛することであった。フォンデアタン1849収益当初は一号砲艦と呼ばれていたが、フォンデアタンは、同海軍で最も近代的な艦であった。 蒸気エンジンは、キールのシュベーフェルウンとホバルツで、アウグスト・ホバルトが、設計、製作したもので、出力36馬力、最大速力6ノットを発揮した。3本マストのスクーナー型の搬送を持ち、メインマストの後ろに、背が高い煙突を備えていた。武装は、前後の旋回式砲がに搭載された64ポンド砲2門と、3ポンド、榴弾砲4門であった。 ビルヘルムメルビューが、ノイシュタットで座礁したフォンデアタン1850年7月20、21日の夜に、フォンデアタンは、リューベック湾で、デンマークの貨物船を打破したが、ハン座自由都市リューベックは、中立港トラーベメンデへの入港を許可しなかった。このためホルシュタイン領内のノイシュタット港に向かったが、そこで、デンマーク軍下にエクラとバルキュレンに遭遇して、戦闘となった。 その最中に、ノイスタット郊外で座礁したため、乗組員は艦を放棄して火を放ったが、後に修理されて戦列に復帰した。1853年に第一次、シュレースビヒホールシュタイン戦争が終結すると、デンマーク海軍に引き渡され、官名はストーレンに改められた。その後、1860年に除籍されて1862年に廃刊となったが、期間は、 ホーカンハウックで再利用された。模型と残骸の一部がノイスタットにある南ホルシュタイン美術館に展示されている。ドイツ帝国海軍に同盟の巡洋戦艦フォン・デアタンがある。艦名は、本館と同じく若い時に、シュレースビヒで民兵を組織して戦った、バイエルン王国の将軍、ルートビヒフォンデアタンラートザムハウゼンにちなむ。ありがとうございます。